レジ袋レジ袋とは、コンビニエンスストアや、スーパーマーケットなどの小売店において、購入した持ち帰り商品を入れるために、レジで渡される、ポリオレフィンなどの材質で作られた袋を指す通称。買い物袋の一種。一般的に会計の後、レジ係から渡される場合が多い。店が混雑していない、もしくは、購入点数が少ない場合は、 レジ係が会計と同時に袋に商品を入れるケースもある。広島県大竹市の袋メーカー、中川生態加工が1960年代に当時、流行したストッキングの伝染防止のため、竹カゴに代わる、梨狩用のポリ袋を開発したのがルーツ。1970年頃から、丈夫で水濡れにも強いことを受け、スーパーマーケットや、 コンビニエンスストアなどの小売店で紙袋に代わり、ポリ袋やビニール袋などが大量に使われ始めた。レジ袋の材質はポリオレフィン製である。本来の趣旨としては、買い物商品を持ち帰るための袋ではあるが、その形状から他の用途にも汎用的に使われるケースがある。以下、主な利用方法を歴記。2007年。 京都市や京都大学環境保全センターなどの分析で全国展開している百貨店などの色付き袋の一部から有害な重金属である鉛が検出され京都市役所は業者に対して使用の自粛を求めている近年の日本では自然環境保護の観点からポリエチレン製レジ袋を削減しようとする動きがある販売店によっては袋を有料化したり トートバッグを持っての買い物を推進する運動が行われたりしている。環境問題に関しては漂流、漂着ごみに占める割合が低い、輸送コストが紙袋より少ない、サーマルリサイクルにより無駄が少ないなど、レジ袋は象徴的に非難されているが実際には環境負荷が低いという意見もある。環境の観点とは別に、販売店にとっては、 経済的な理由での利点もある。一方、亀岡市では2018年12月13日にプラスチック製レジ袋の使用を禁じる条例の制定を目指す方針を明らかにした。環境省によると条例によるレジ袋の禁止は全国発としている。特に原油高の影響でレジ袋のコストが増大したため、 エコバッグ推奨及びレジ袋有料化の流れは加速したが、コンビニエンスストアなどでは未だ無料であることから、レジ袋は無料という意識は依然として残り、多くの店舗は1枚あたり数円の負担をしているのが現状である。また、レジ袋代金を要求する店舗と無料で提供されるべきと思う客との間にトラブルが生じるケースもある。ポリエチレンの原料であるエチレンは、 日本で製造されるもののほとんどが、石油生成によってできるナフサである。2007年実績で、日本のエチュレンの生産は773.9万トンで、あるのに対し、内需574.1万トン、輸出199.6万トンであり、日本は、エチュレンの輸出国である。レジ袋を廃止したことにより、万引き被害が増加する負の側面も指摘されている。 マイバッグを悪用して万引きを隠す手口として広まる懸念から防犯対策にも力を入れ始め行政がマイバッグに関するルールを策定し PR ポスターで啓蒙他店購入品は専用袋に入れるなどマイバッグ制度を維持したまま行われているケースが広まっているが逆に買い物カゴなどのバッグの持ち込みを禁止し従来通りのレジ袋配布を再開など マイバッグ制度を廃止するケースもある。2019年9月26日、国際的な潮流を受け、日本国政府は有識者会議でプラスチックゴミの削減に向け、レジ袋の有料化を義務付ける制度案を示した。環境省は法案をまとめ、早ければ2020年4月に実施する予定となった。 これは日本学術会議の提唱がきっかけであるとの報道もあるが、有料化政策と学術会議の直接の関与はない。レジ袋有料化を告知する張り紙同年12月25日、環境省、経済産業省は、レジ袋の有料化を義務付ける制度の運用指針を発表。スーパーやコンビニエンスストアなどすべての小売店を対象に東京合輪、 パラリンピックの開催直前となる2020年7月から始めることを示した。容器包装リサイクル法の省令改正に伴いすべての小売店でプラスチック製レジ袋の有料化が義務付けられたが、レジ袋を作る業界からは政府がやるべきことはこんなちまちましたレジ袋の有料化ではないと批判の声が上がった。 2020年7月1日からレジ袋有料化の対象となった買い物袋は、対象外となった買い物袋は、下記のもので、環境性能が認められ、その旨の表示があることが必要となる。レジ袋有料化後、店頭では商品を持ち運びやすく、工夫、無料の紙袋を例示、販売している袋を掲示するようになった。 ただし、有料化対象外の袋が必ず無償というわけではない。レジ袋有料化に対する日本国民の賛否は、一部自治体における、先行実施前となる2014年の内閣府の世論調査では6割以上の国民が賛成しており、全国での全面実施直後となる2020年のマスコミ各社の世論調査においても7割近い国民が賛成している。一方で、 二割の国民が反対している。ヨーロッパ各国では環境に対する意識の高さから2000年代前半に大部分の国家で有料化されているほか、ズバ抜けて使用量の多かったイタリアでは2011年1月から生分解性プラスチックのものを除き、その使用が全国で全面的に禁止された。アジアでは韓国と台湾が法律で有料化としている。 中国では2008年6月1日より有料化され、2009年6月1日に発表された調査結果では、レジ袋消費量が平均で66%減少、実数でレジ袋400億枚近くを節約との効果が挙げられている。香港では2009年7月7日より有料化された。また、バングラディッシュではかつて下水が、 レジ袋によって詰まり、洪水の原因となり、削減に取り組んだ。北、アメリカでは、アメリカにおいて2000年代中盤より、各州にてレジ袋配布禁止の動きが広がっている。カナダでは、2013年1月から大都市では初めて、トロントが、レジ袋の利用が禁止する。2016年7月には、フランスが、レジ袋の禁止に踏み切った。 この時点で、バングラデシュや南アフリカ共和国、中国にも禁止措置は広がっている。イタリアでは、2018年5月に、レジ袋廃止令が出され、従わない場合は、最大500ユーロの罰金が課せられる。オーストラリアの大部分の州では、2018年7月1日から、レジ袋の無償提供が禁止され、優償化された。 しかしながらレジ袋禁止に抵抗を示す客も多く、無償提供を継続する大手スーパーマーケットも現れている。2020年1月には世界最大のプラスチック消費国である中国が使い捨てのプラスチック品を全国規模で削減する計画を発表した。ありがとうございます。